スリックスライドについて説明していきたいと思います。まあ、この動画を見れば、まあ、スリックスライドが使えるようになるよ。まあ、ワックスなんで、まあ、使用方法うんぬんとかっていうよりは、まあ、どのくらい、まあ、どうしても動画だとツヤっていうのはお伝えしにくいので、まあ、よくあるキャップを置いてどのぐらい滑るかみたいなのも試していきたいと思いますので、ご参考にしていただければと思いますので、スリックスライドですね、説明していきます。あ、で、スリックスライドなんですけども、簡単に説明しますとワックスです。とにかくツヤをツヤツヤにしたい、まあ、めちゃくちゃ綺麗な状態でイベントの会場に置きたいっていう方は間違いなくこれが1本あれば会場でテカテカにして置けると思うので、1本持ってて絶対に損はしない商品になっております。で、濡れたまま、まあ、施工ができない商品になってますので、これは乾燥促進剤というものを含まない商品になりますので、乾いたこの塗装面で使用していただくっていうような形になりますので、その他にもですね、まあ、タイヤは使ってもちょっと正直意味ないと思うんですけど、ホイールだったり、あとはガラスにも使用可能なのでぜひ使ってみてくださいということと、まあ、いい面であり悪い面なんですけども、1週間から1週間ちょっとぐらい、10日ぐらいで多分落ちちゃうと思うんですけども、やっぱり落ちちゃうっていうところがまあデメリットで、いいところとしてはやっぱワックスがずっとその塗装面に残ってるっていうのもあまりよろしくなくて、っていうのも砂ぼこりとかそういうの、まあ、見えないような汚れをどん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 蓄積してってしまうので、まあ言うたら油の上なので、どん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 汚れが溜まってるワックスっていうのをずっと塗装の上に置いとくっていうのも良くないので、いい意味で早く、落ちてしまうっていうのは、あるんですが、そんぐらいで落ちちゃうんかって思うこともあると思うので、そこだけ注意よろしくお願いしますということで、施工していきます。せっかくなのでさっきグラフェン CS3 を施工した、ボンネットがありますので、そちらの方の半分をスリックスライドで施工していきたいと思います。で、ボンネットの半分はもう本当ワンプッシュでいいです。これで十分伸びちゃいます。パイナップルっぽいね、ちょっとハワイアンな匂いがして、これ好きな方は多いと思います。で、これもグラフェン CS3 と一緒なんですけども、施工した面、まあ、これ全部施工し終わったとして、最後やっぱ面を変えて空拭きしてもらうとよりツヤが出ます。ちょっと空拭きは試してみてください。という感じでどうでしょうか。まあ、動画だとなかなか分かりづらいと思うので、はい、でスリックスライドの側面もう置けないです。しっかり置けないぐらい摩擦がレスになっております。 CS3 はこんぐらいの傾斜だと置けちゃいますね。置けるんですけど、スライドの施工面は置けないと、置けないぐらいツヤツヤというか摩擦がレスになっちゃうぐらいの、手触りなので、まあ、そこの違いがやっぱり CS3 と、違うところ、まあ、ツヤ出しに特化してる商品っていうのが分かると思います。そして一応撥水感も、見ていただければと思います。一応スリックスライド撥水です。
ラフェン CS3 の方がちょっと流れてる感じはあるのかなと思います。ではこんな感じの撥水です。はい、スリックスライドの説明は以上になるんですけども、とにかくこれ1本あれば、ワックス仕上げっていう点では困らないと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。スリックスライドでございました。では次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。